2074回始めます。2023年12月27日です。ね、ここからはもうニュースばっかりですね、今日。いやいやいや、5時半に帰れるかな。もう4時だわ。4時、あと1時間半ぐらいで帰りたいな。ちょっとね、急いで喋っていきたいと思います。瀬戸内海放送からですね、再犯率は 47.9% ということで、まあ、刑法犯だと思いますよ。うん。刑務所に入って、まあ、シャバに出て、それでまた、ね、犯罪を犯して戻る再犯率、これが 47.9% ということで高いということ。なんでそういうふうに再犯率が高いか、背景には生きづらさがあるんじゃないかということでね、高松市で再犯防止シンポジウム行われましたと。うん、出所者の生きづらさは私たちの想像の他にあると、想像の外にあると書いてます。はい。うん、四国ブロック再犯防止シンポジウムっていうのがね、レグザムホールっていうとこ、高松市の、そこで行われたっていう、まあまあまあ、ニュースですね、瀬戸内海放送。12月8日、法務省が公表した犯罪白書によりますと、2022年検挙された刑法犯の再犯率は、うん、47.9% でした。2022年検挙された刑法犯の再犯率は 47.9% でしたと。高い再犯率の背景には生きづらさがあると指摘されていますと。うん、再犯者の立ち直りを、支援してきた伊豆丸隆さんは、住居や家族、仕事などさまざまなものを剥ぎ取られ、出所者の生きづらさは私たちの想像の外にあると話しましたっていうことでね、この再犯者の立ち直りね、支援してきた人、まあ、近くでね、見てるからよくわかるんでしょう。もう我々一般人からは想像できないような生きづらさが、一度犯罪を犯した人ね、刑務所に入った人ね、刑務所から出てきてね、一般社会に溶け込もうとするんだけども、どうしても我々が感じないような生きづらさがあるということを書いてるんだけど、まあね、そりゃそうでしょうと思うし、なこのね、支援してる人と一緒で生きづらさ、ね、解消していくっていうこと必要なんだと思うけど、まあ、なんでもそうよ。うん、なんでも、まあこれは私は毎回言うんだけど、このね、犯罪を犯してその人たちを支援する動き、その人たちの立ち直るきっかけを与えようっていうね、まあ、ボランティアしてる人とか、NPO で活動してる人とか、たくさんね、ドキュメンタリーとかで私も見ましたけど、うん、その活動とかその動きっていうのはいいんだけども、まずは、まあ、一般的にね、みんな犯罪者として生まれてくる人はいないわけだから、ね、犯罪者じゃない人が犯罪者になっていくと、うん、当たり前だけど、うん、全員。生まれてね、おにゃーっと生まれて最初から犯罪者っていう人いませんから、うん、私はやっぱりね、最初、うん、犯罪を犯すとこうなるよと、ね、うん、まあ、万引き一つ、ね、薬物一つ、ね、性暴行一つ、ね、もう犯罪だよと。で、そういうのは一回やると、なかなか抜け出せないから、うん、っていうのをしっかり教える。だからね、犯罪者になる第一歩を、しないように、万引きもその1回がね、1回があっての2回、3回だから、その1回目をしないようにするっていう教育、これがガツンとやるべきだと思うよ、万引き、あと、窃盗とか、性犯罪とか、薬物とかね、うん、これ足りないと思うよ、私。そんで、まあ、薬物とかね、性犯罪とかで犯罪を犯した、刑務所に入りました、その出てきました、行きづらいです、当たり前じゃないですか、だって元犯罪者なんだから。うん、同じ眼鏡ではね、私は見れないですよ。やっぱり一度犯罪を犯した人、再犯率 48% ですよ、この記事によると。うん、その人ら、刑務所から出てきたっていう時に、私はやっぱりね、一般の人、うん、今まで犯罪を犯してってない人、ね、捕まってない人と、刑務所から出てきた人、同じように扱えるか、いつ、ね、いくら更生したとかね、心入れ替えたって言ったって、私はね、見れないと思うよ。それ知ってしまったら。知らなきゃいいけどね。うん、知ってしまったら同じように見えない。それは当たり前だから。それをね、まあ、批判する人もいないと思うけども、うん、
でその何支援するとかね、そういう人の立ち直りとかね、更生とか協力するとかいう私も気持ちはあるよ、あるけども、当たり前じゃないですか、犯罪を犯したんだから、そんなの刑務所入ってたんだから、うん、そりゃ周りからそういう色眼鏡でねバレれば、知れ渡ればそういう色眼鏡ねで見られるっていうのは当たり前のことであって、それぐらいのことは犯罪を犯した人にはやっぱり背負って背負って生きててもらわないと、うん、何の犯罪を犯したのか知らんけど、うん、っていうことですね。私はねこのね、うん、まあまあまあこういうプロジェクトっていうかね、シンポジウムね、生きづらさね、生きづらさね、犯罪者の元犯罪者っていうのかな、うん、刑務所にいた人たちの一般社会に出てからの生きづらさ、これはあると思うし、これをね解消してあげようっていうね周りの努力とかね理解、これは必要だと思うけども、まずはそこに力力点を置くよりはね、再犯率を減らしましょうっていうところに力点を置くよりは、私は初犯を犯さないようにするっていうことに力点を置くべきだって、まあ何回も言ってるけど、でこれね、犯罪者再犯者の立ち直りを支援していくと、伊豆丸さん、うん、この人は、うん、まあ、言うには住居、家族、仕事などさまざまなものを剥ぎ取られた出所者の生きづらさは私たちの想像の外にあるって言ってます。住居、家族、仕事などさまざまなものを剥ぎ取られた、いやいや剥ぎ取られたって、うん、まあこの伊豆丸さんっていう人悪く言うつもりはないけど、うん、剥ぎ取ったのは自分の行動だから、これね、我々が剥ぎ取ったわけじゃないよ、仕事とか家族とか住居とかね、他の人が剥ぎ取ったんじゃなくて自分で剥ぎ取ったんだから、これ、うん、その責任っていうのは自分で負ってもらわないとっていうことと、あと外に出てから、まあ、仕事と住居と、うん、与えるっていうのはこれまあ社会として必要だと思うけども、うん、そっから先はねやっぱりある程度自助努力、うん、そんでも、うん、シャバで大変だから刑務所の方がいいって思う人もいるかも分かんないしね、うん、中には、うんうん、やっぱり生きづらいと、ね、寂しいと、うん、刑務所でね周りたくさん人がいるところの方がいいと思うかもしれないけど、そんでまた犯罪を犯すみたいなね、もうそうなってくるともう手に負えないよね、刑務所の方が。まあ中にはいると思うよ、そういう人も、うん、それはだって普通に真面目に生きてる人だって十分生きづらいんだから、今の日本社会給料は低いし、ね、好きなもん、好きな服とかね、好きな食べ物とか買えない人なんかたくさんいる、みんな生きづらい、ね、シングルマザーの家庭なんか半分ぐらいが貧困家庭だから、うん、犯罪を犯さない人たちでそうやってつらい、本当にしんどい思いしてる人たくさんいる、そりゃ元犯罪者、刑務所にいた人たちが外に出て生きづらい、当たり前じゃないですか、何もそこにね支援するのに力点を置かなくてもと私は思うけどね、だからつって何回も何回も犯罪を犯されてももちろん困るけどね、はい、まあまあまあ、うん、まあまあこの動き、うん、再犯防止シンポジウム、この動きは別に文句言うつもりはないけど、私はみんな生まれてきた時はね犯罪者じゃないと、前科ゼロできたんだから死ぬまで前科ゼロでいきましょうと、でそこをまあね、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学と、うん、成人するまで周囲の大人が徹底的に教えると、ね、ちょっとした犯罪から、ね、罪を重ねて窃盗犯とかね、傷害犯とかね、詐欺師とか、ちょっとした嘘から、うん、ちょっとした万引きから犯罪者になるんだよっていうことを、うん、で犯罪を犯したら必ず被害者っていうのが出るわけだから、詐欺にしたって性犯罪にしたって窃盗にしたって必ず誰かにね迷惑かける、だからそういうことしないようにしていきましょうっていうのがもう大前提、うん、それが一番重要であって、うん、この犯罪を犯した人たちを、うん、支援していきましょう、立ち直りあれしていきましょうっていうのはね、これなかなか難しいからね、これ、うん、これをね、まあまあまあ社会全体の理解は必要だけども、ここに着目するっていうのはどうなんだろうなと私は思うよ。はい、終わり。2074回ね、高松市で
ね、再犯防止シンポジウム行われましたということをやりました。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。